松井恭平は、日本の歯科医師、歯学者。千葉県立保健医療大学健康科学部長。健康科学部歯科衛生学科教授。全国歯科衛生士教育協議会会長。1973年東京歯科大学卒業。囲碁道大学助手、講師を務め。1981年より、千葉県立衛生短期大学女教授。1990年度、教授。 2009年千葉県立衛生短期大学の開祖により千葉県立保健医療大学教授。1982年東京歯科大学より歯学博士号を得る。論文の題は、歯科用回転工具の種類が高速切削荷重及び工具回転数に及ぼす影響について。ABC、新歯科衛生士教本歯科診療補助歯科機械の知識と取扱い著者略歴。 茨く出版。2013年1月26日閲覧。AB、全国歯科衛生士教育協議会からのお知らせ。全国歯科衛生士教育協議会。2013年1月26日閲覧。AB、歯科衛生士の臨床現状第9班著者略歴。茨く出版。2013年1月26日閲覧。 ア田ダゲをお世話になった先生方、歯科学法第110巻第3号、東京歯科大学学会、千葉県千葉市三浜区、2010年、297から300ページ、伊春0037から3710、2013年1月26日、閲覧。博士論文書誌データベース、東財団について、歯科医療振興財団、 2013年1月26日閲覧。ありがとうございます。